はい、皆さんこんにちは。フラワーティスシンです。今日はですね、ちょっとお花屋さんに向けた企画という感じにもなるんですけど、まあお家でね、神棚がある人には関係がある企画となります。今日はね、この榊の作り方ですね。よく神様にお供えするこうお榊あるじゃないですか。あれってもうできてこういう小さい束になって売ってますよね、お花屋さんとかスーパーとかでも。まあ、あれってもともとああいう風に生えてるわけではないので、まあ、こうバサバサ生えたこういうね榊から、取って作るんですよね。で榊には実は2種類あって、何が2種類あるかというと、まあ、国産の榊と輸入の榊っていうのがあります。でよくホームセンターとかで売ってる榊は細いのがすごい束になってこう太くなっていて、まあ、綺麗にこうやってグリーンの形取ってあるやつがありますよね。あれはね中国産の榊で輸入榊なんですね。で、まあ、国産の榊だと細いのというよりはちょっとこう太めといってもそんな太くはないんですけど、大きめな葉っぱでもうちょっと本数が少なくて形はまあ一緒なんですけど、そういうふうに作ったのが国産の榊です。でもっちがねやっぱりね国産と輸入とではね違うんですよ。やはり国産の榊の方がよく持ちます。ただ金額的に言うともしかすると輸入の方が安いかもしれないんですけど、まあ、月にね2回こう買えるじゃないですか、15日と1日と。だからまあ月2回なんで、まあ、そんなにねこう数千円も変わるわけではないので、やっぱりねできればこう国産の榊を上げてあげた方がいいんじゃないかなと僕は思います。で今日はねなかなかそれでお花屋さんでも実はその輸入でできた作り榊って言うんですけど、できた榊を買ってるお花屋さんが多くて、お榊の作り方がわからないっていう人もたくさんいるんですよ。なので今日はねこういうお榊、こういう大きい榊から榊を作る方法を皆さんにお教えします。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではねまずこの榊をこのまんまじゃダメなんでこう短く切っていきます。もうね枝はこの大きい枝で使うことは、まあ、お祓い用の榊とかになるとあるんですけど、まあないのでこうやってね短くもう先に切っとくんですね、こうやって。そうするとほら大きい榊じゃなくなるからちょっとこう扱いやすくなりますよね。そしたらまあね今回割とこの榊すんなりしてるんですけど、こういう芯になるっていう僕なんか言う芯になるという部分を取ります。まあこういうところが芯になるね。そういうのを取ったら一番まあいいやつですね。まあいくつも作るんでなかなかねこうなんだろうな、芯はいっぱい取っといてその全てのものに芯を1本作って使っていくような感じにしていく方が効率はいいです。そしたら、まあ、こう持ちますよね。そしたらねここにこういう榊をしょばせていくんです。こうやってねこうやってしょばせていきます。はい、そしたらここでまたこれをしわせていきますね。こうやって。で、この辺に来たら、まあ、例えば最初ね、芯に使えなかったようなヒョロヒョロしたものとかを、この間とかに入れて、こうやって使っていくと、力になっていきます。わかります？力というか、こういうね、曲がったものとかも、芯にはできないんですけど、こうやって持って、ここでね、この間にこう引っ掛けていくような感じですね。こうです。はい。じゃあここでこう榊をね、ここにこうやりちゃいたい感じがしますけど、実はこの後ろのここがねスカスカに空いてる場合が多いので、後ろ側からこうやって入れる。はい。こういうのがね結構重要だったりします。でここにこう入れる、ね、そしたら一回こう平面のところに置いて、こうギュッギュッ、これ分かります？ギュッギュッって押しをつけてあげるといい感じになったりします。昔はね榊基本だなんつってね結構店でみんな、作らされたものなんですよ、花屋さんって。だけど、まあ、最近はねもう榊の作り方を知らないお花屋さんも多いですよね。だから、まあ、これをね元にして作ってみてください。こうやって曲がったやつとかもこうやって引っ掛けて、ここの真ん中にこうやってシュッて入れてあげるんです。曲がってるからこれは使えないって捨てちゃったらダメですよ。榊は使えないところは本当に下の葉っぱを今取ってますけど、このぐらいこの取った下の葉っぱは使えませんけど、それ以外のものは全部使えるので、まあこんな感じで、はい、大体榊の形ができてきましたね。そしたら、今度この下の部分ですね、下の部分にこうやって力を入れて、でまたこういう部分もこの下のところにこう入れてここの部分を作ってきますね。わかります？はい、これでだいたい出来上がりました。あと下の部分を少しこれ入れて、はい、これで完成です。ちょっと整えますね。ここでさっきのように押しをしながら最後にこうやって整えていきます。はい、これで完成です。そしたら、下をカットして、まあ、最近榊はねもう輪ゴムですね、輪ゴムでこう留めて、はい、これで榊の完成です。はい、こちらで完成です。完成した榊がこちらですね。見えます？こんな感じです。こんな感じですね。はい。で、場所によってはね、この本榊と菱榊って榊のね飾る種類が、違うんですよ。関東ではねだいたいこの形です。菱榊と言われてるやつですね。もっと葉っぱの大きい本榊っていうのがあります。まあそのねルーツの違いに関してはまたね今度、榊のルーツを探るみたいな、ライブをやりたいと思いますので、まあ、今日はねこの榊の作り方、お榊の作り方ということで、こちらで完成とさせていただきます。はい、こんな感じで全然 OK ですよ。はっきり言って全然大丈夫です。なので是非ね作れない、わからないと思ったお花屋さんね、作ってみてください。持ちが全然違うので、あとねお家の庭に榊が生えてる方いらっしゃいましたら、まあ、これをね見て作ってみてもいいと思います。では今日はこちらで榊の作り方を勉強しました。はい、また一つこのね何でもこう日常で使うものの知識がね増えるというのはとてもいいことなんで、まあ、一番ねこう神棚のあるお家とか会社にとっては一番密接したお花なのでね、毎月2回買えるわけですから、是非ね参考にしてみてください。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。榊でした。 See you next time。 ありがとうございます。